はい、こんにちは、ジャマです。今回はスライム軍団動画撮ろうと思います。ということでね、ステージ30ね、前回ガチャを引いてドラキュラとノバがね、レベルアップしたことによって、なんかすげースムーズに、ここまで来れましたね、30日目まで。いやね、やっぱね、キャラのレベルでかいわ。だってこれより仕上がった盤面なんて今までいくらでもあったのに全然突破できなかったからね、今まで。ってことで、ちょっとね、ボス行ってみましょうか。そうだね、とりあえずあと6ってあるからどうしようかな。まあこの辺はもうくっつけてしまおうか。で、あと3手の時に、ちょっとボスの方に近づけたいので、こんな感じか。これでどうでしょう。さあ、この盾のやつがめちゃめちゃ高いはずなんだが。じゃあ、ゴリゴリ削るね。オッケー。3日待って孤独だって言ってるけど、全然持たないよ。なんだ、この火力は。はい、ということで、無事ね、攻略できましたね。いや、今までの苦労が嘘のように、簡単にいっちゃったね。斜め入れ替え、初めから使える。お、恐怖の大王解放。恐怖の大王は敵を恐怖状態に、入らせ、走り回せることができ、恐怖状態の敵を撃破すればするほど恐怖の大王が強くなる。これなんか良さそうだね。お、そして鍵をゲットしましたよと。お、さらに鍵ゲット。あ、これちょっと箱開けますか、一つずつ。まあこっちは S は出ないんでいいんですけど、はい、こっちの箱はね S2 枚入ってるので、まあもしかしたら恐怖の大王が早速出てくるかもしれないですね。ミイラ、死神、そしてゴブリン、エンジニア、カクタス。さあ、ここで、あ、ノバですね。はい。お、もうちょっとで宝箱のレベル上がるな。そしたらね、次はグランドマスター宝箱開ける前に、少しね、マスターとかね、鍵で開けていきたいかなというとこですね。OK。31。獅子草の山かな。これはなんか、雪山っぽいステージですかね。なるほど、なるほど。お、エンジニアレベル上げられるな。エンジニアのレベル上げられるのはいいね。これ上げとこうか。OK。エンジニアレベル9。そう、攻撃力がね、129、168っていう風に結構ね、上がってる影響大きいわ、これ。だって今までもっといい盤面で全然クリアできなかったもん。これレベルアップの恩恵思った以上にでかいぞ、マジで。OK。カクタスもレベル上がりますね。順調です。この調子なら、31もね、クリアできるかもしんないね、このまま。まあ多少運は必要だけど、今までよりだいぶ楽になったと思う。はい、ということで、今回はこれで、どうしようかな、ちょっと待って。あとなんかあったっけ。ちょっとなんか、ついでに、見れるものは見ておきたい。あ、ここはね、ちょっといろいろ受け取ってないのあるんだけど、それは違うか。まあ、こんなもんかな。はい、ということで、まあ、今回はね、ステージ30、城の廃墟を無事突破できましたよ、ということでね、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。よいしょー。